大谷翔平選手、一郎、井上直弥選手、三浦和義選手、仕事で勇気づけられたスポーツ選手、ランキングトップ3は、ドリームプランニング、横浜市、が運営する不動産の悩み解決サイト、ウルホメ、ウルホーム、が、ビジネス分野に興味関心を持つ人を対象に、仕事で勇気づけられたスポーツ選手、 についてのアンケートを行い、結果をランキング形式で紹介しています。4から29位は、井上直也選手、三浦和義選手は何位だ。意外な選手もランクイン。ランキング結果を見る。アンケートは、7月16から22日にかけて、女性252人と男性250人、計502人にインターネットで実施。 回答者の年代の割合は20代が71人、30代が156人、40代が161人、50代が87人、60代が25人、70代以上が2人でした。3位は、プロフィギュアスケーターの浅田真央さんでした。45人が投票。回答者からは、頑張っている姿が本当に素敵だった。 30代、女性、同い年であり、結果だけでなく心を揺さぶる演技が印象に残っているから、30代、女性、そち、五輪のフリーの演技を思い出すと勇気が出る。思い出すだけで泣ける、40代、男性、などの声が寄せられたということです。2位は、元プロ野球選手のイチローさんでした。 133人が投票。回答では、ここぞという時に本領発揮しているところの真似ができればと思います。それまでの積み重ねも大事だと考えさせられました。40代、男性。日本だけではなく海外でも多くのチャンスで結果を出してきたということで、私の世代では一郎に最も勇気づけられました。40代、男性。 体力づくりや素振りなどとにかく基本を徹底することの重要性を語られる機会が多いので、仕事をする上で非常に役立っています。40代、男性、などが見られたということです。1位は、145票を獲得した野球マイ大リーグ、ロサンゼルスドジャース、所属の大谷翔平選手でした。 二刀流はなかなか成し遂げるのは難しく相当な努力と才能が必要だと思う。50代女性。どこまでも誠実で野球に一筋なところ、社会へ貢献しているところが勇気づけられます。30代女性。日本人が活躍していて誇らしい気持ち。大谷さんのような自信と責任を持って仕事に臨みたいと思う。30代女性。 といったコメントが集まったとのことです。